皆さん、こんにちは。今回はですね、このコオロギ食べ比べキットというものをやっていきたい、あ、いや、食べていきたいと思います。食べる、やる、これどっちなんですかね。まあいいや。じゃあこれなんか本物の本当にコオロギが入ってるということでね、この昆虫食なんですけど、ほら、ここに昆虫食レベルって書いてあるでしょう。おっさんって書いてある。なんだこれ。あ、こっち側か。で、まず商品の中の説明をしていきますね。そしてこちらがガイドシート。で、これがラインナップ。で、これはなんつうの、理科研究みたいな感じになってますね、なんか。お、で、こちらが本来のやつですね。なんだこれは。本物が入ってるじゃん。こちら、何ですかこれ。じゃあちょっと一つずつ、ちょっと、コオロギ紹介していきます。ベトナム産ヨーロッパ家コオロギ。ベトナム？こちらが、カンボジア産ジャマイカンコオロギ。で、こっちが、カナダ産かまどコオロギ。で、ちょっと今説明書を読んでみますね。こちらの粉は、コオロギに味付けの素みたいなのらしいです。決して、危ない薬とかそういうのではありません。で、ちょっと説明書を読んでいくと、どうなってんだこれ。なんか作り方が載っていますね。こういう感じで作っていきます。いくんですか。じゃあちょっと早速作っていきましょう。ちょっと僕まだまだ編集不足なんで、ちょっと作っているところは出せないんですけども、はい、早速作っていきます。ちょっと隣にね、台所があるんでね、やっていきましょう。早速電気をつけて、ちょっと今回父に手伝ってもらいます。ちょっと返事してください。おーい。ちょっと父ふざけていますね。じゃあちょっと早速 やっていきましょう。付属の味付け用袋9種類のコオロギ、またアルファベットの味の名称をあらかじめ記入しておこう。こちらにちょっと名前を書いていくみたいです。コオロギの名前とか。ちょっと早速書いていきます。このね、3枚の袋を用意して、じゃあ作っていきたいと思います。ボールペンを使ってね、やっていきましょうか。ですね、あ、A、ピザ味とかが、そういう感じで書いていく。こういう感じになってるんだ。映りが悪いですね。ピザ、おっとっと、怒っちゃいましたよ。B が、あれ、カレーもありましたっけね。じゃあ B ガーリックにしてみましょうか。じゃあ皆さん、じゃあ C がカレーにしてみます。皆さん、昆虫食って食べたことありますか？緊張してきますよ。未来をね、担うね、食事になるかもしれませんのでね。今はね、普通に豚肉とかそういうのもありますけど。じゃあ早速、ちょっと揚げたり
掃除をせずに。では、これを並べていきますね。では、早速作っていきたいと思います。これ全部入れちゃう。これ全部入れなくてもいいですか？ 3 等分かかるの？そう、3等分。先ほどの3個に分けんじゃないの？ 3 種類の。あ、そうなの？それぞれ3等分で入れるんですよ。違うね。あ、そういうことだ。あ、じゃあでは皆さん、今回この3パックの中のこの今回 A のベトナム産ヨーロッパイエコオロギを食べていきたいと思います。ちょっと開封していきますね。ちょっと私だけではね、ちょっと油を使うのちょっと危ないので、ちょっと今父に任せております。で、その間とは何なんですが、こちらのこちらのね、コオロギ食べ比べ研究まとめっていうのをちょっとね、今回こちら側だけ書いていきたいと思います。どういう感じなんだこれ。名前ケツオヤジにしました。あー、これはまた食わないとちょっと俺つけられませんね。皆さん、これこういうの空気しますか？将来的にね、皆さんも本当にもうこれしかなくなって食べ物が食う日が来るかもしれませんよ。なんかね、これね、これやばいでしょ。これ本物だからね、本当に。なんか蜂に見えるね、ちょっと。いや、これやばいですよ、本当に。じゃちょっと早速今父に作ってもらってるんで、できる日を待ってみよう。できる時間を待ちましょう。じゃあ僕もね、まだあの、ね、家にパソコンもなく、ちょっとチャンネル登録者はまだ少ない人数の方でまだやっていますのでね、ちょっとそこはご了承ください。本当にまだまだ編集も下手くそな部分もあるんですが、本当に僕はね、携帯だけの編集でやっているんで。お、ピザ味がまず完成しました。私これ揚げたんですか？ちょっとじゃあ食ってみますか。中身見て、これ伝わるかな、どうだろう。これ入ってっかね、マジで。うぅ、何この感触。うぅ、なんかやだね、これね。え、何これ。あ、すいません、これもう粉がついてて分かんないと思うんですけど、これさっきの本当のコオロギですからね、これ。食ってみます。いただきます。これじゃちょっとわかんないか。ちょっと待って。もう一個だけ食ってみますね。ちょっと待ってくださいよ。なかなか取り出しづらいですね、これ。うわ、これ本当にコオロギですよ、さっきの。もう一個いただきます。味で言うと、まずくはないですね。いや、これ本当の話ですよ。本当に俺食ってますからね、今。なんて言うんだろう、これ。あれ、小魚？なんか、なんて言うんでしたっけ、あれ、小魚っていうか。
なんとか狩るみたいな。ピザだよそれ。これ、あ、ピザですか。これピザ味で今食ってんですけど、まあ食った時はピザの味がするんですけど、ちゃんと後から歯とかに残るじゃないですか、それ食ったあれが。なんかその感覚が、なんか分かりますか皆さん、アーモンドカルってやつ、なんかそれに似てるんですよ。なんかピーナッツみたいな味しますね、後から。なんかあ、お願いします。うわ、待って、嘘だろこれ。これ見て、皆さんちょっと行きます。これ目玉見えますか。ぐちゃぐちゃだから分かんないか。なんなんだこれ、なんかほんとアーモンドみてえだな、後が。なんて言えばいいんかなこれ。なんだこれ。おお、なんかすげえな。これ今食ってるコオロギ、ちょっとこの中、この袋の中で一番ちっちゃいコオロギだったんですけど、このカンボジア産のさ、コオロギ、これでかくない？これ皆さん空気しますかこれ。ちょっとこれなんて言えばいいんだろう、ほんとアーモンドみてえだな。で、話してる間に今完成しました。こちらがガーリック味です。ガーリック味のコオロギ食っていきます。これマジで。でもさ、皆さん本当の話なんですけど、これ全そんなにまずくないです。これめちゃくちゃうまいまではちょっと、あ、すいません、ちょっと LINE のあれが入ってしまいましたね。じゃあこちらガーリック味のコオロギです。うわ、じゃあ食ってみます。いただきます。いますよ。なんでこんなアーモンドみたいな、なんかちょっと恋の餌、あ、ちゃ食ったことないですけど、なんつんだろう、なにこれ。これだったら伝わると思います、皆さん。これ本当に本物です。本物のコオロギ食ってます。ほら、目玉あんの分かるでしょ？足とかちぎられちゃってるけど。食ってみます。あ、今ガーリックを食っている途中に、今度はカレー味が来てしまいました。カレー味ちょっと食っていきたいと思います。こちらカレー味ですね。いきます。あ、なにこれマジ、なんかあんま味変わんない気がしますよこれな。あ、なんかちょっとアーモンドみたいな味がしますねこれ。食いたいんですか父も。なんかちょ、父がちょ興味津々のようでね、ちょっと父にもここに座っていただいて食っていただきたいと思います。ただ父からの感想の言葉をねいただけたらね。じゃあまず父にはね、こちらのピザ味をね食べてもらいたいと思います。あ、じゃあ父どうぞ、食ってみてください。じゃあなんか言ったか、この頭のところやつ。しました。じゃあこちら羽ですね、これね。
いただきます。しっかりと羽の食感が残ってますね。あ、じゃあでは次、父にこのガーリック味を食べていただきたいと思います。どうぞ。味わったことのない味ですね。なんかイナゴは食べたことありますけど、イナゴともちょっと違いますね。じゃあ次、あ、こちらのカレー味、父に食べてもらいたいと思います。手についちゃってますけど、カレー味です。ですか、お味は、うん、はい、カレーの味が強すぎますね。はい、でも全部あの美味しくいただきました。はい、はい、じゃあ父ありがとうございます。ではね、あの今父手これ結構汚れるんで洗ってるんですけど、ではね、今回はちょっとこのコオロギ食べてみたっていう動画でした。こちらスーパーで売ってました。これ800円ぐらいで売ってます、スーパーに。これみんな思うでしょ、これスーパーに売ってたらなんか変な、ただのお菓子なんじゃねえかみたいな。これ本当に本物のコオロギが入ってますからね。だって見たでしょこれ。まあ今回はこちらのベトナム産のコオロギ食いましたけど、3種類あこの他にも2種類入ってるんで、またでは今回は昆虫食初めて食べてみたという感じの動画になります。この動画が良ければチャンネル登録高評価お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。